横川今日は、日本の実業家、極む元気塾会長、高倉町コーヒー会長、スカイラーク創業者の一人であり、同社の元代表取締役会長兼、社長兼最高経営責任者や、日本フードサービス協会会長を務めた。1937年11月1日、横川家の三男として、長野県諏訪市に生まれた。3歳の頃、 中国、満州にわたる。6歳の時、父が病死し、帰郷した。学生改革による新生諏訪市立志賀中学校を卒業し、後に、兄弟で1962年に、当時の東京と北多摩郡法野町のひばりが丘団地内に、ことぶき食品有限会社を設立し、取締役となる。子会社の株式会社、ジョナスの代表取締役社長。 会長、スカイラークの取締役を経て、2003年には、兄弟と共に、スカイラークの取締役から退いたが、2006年3月31日に、スカイラーク代表取締役、会長兼最高経営責任者に就任。しかし、業績不振から退任を求められ、2008年8月12日に、臨時株主総会と、取締役会で退任が決定された。 2013年6月、東京都八王子市、高倉町に、高倉町コーヒー1号店を出店し、2014年4月に、株式会社化した。この間、2003年から、日本フードサービス協会会長も務めた。ファミレスを作る時代の証言者、読売新聞読売新聞長官2021.22312面、日本フードサービス協会が、総会開催。 新会長に、ジョナさん、横川教師日本食料新聞2003.05、199163号2面。ありがとうございます。